ハウディ、チェスターセラです。サーズデイ、ホラーナイトへようこそ。それでは、今宵も超怖い話が復刻の書朗読を始めたいと思います。本日がこの超怖い話ガム復刻の書朗読最終回でございます。さて、最終回までかぶりなしでいけるのか、オープンです。今までね、かぶりなしで来てますから、ここもぜひかぶりなしでいきたいところですが、どうでしょう。新規エピソードでございます。それでは参りましょう。超怖い話ガム超怖い話その38、幽霊の見つけ方。幽霊の見つけ方。超怖い話その38。幽霊の見つけ方を教えてもらったんだ。ケンタはミカに話し始めました。夜中の12時ちょうどに丸抜池に石を投げるんだ。ポチャンと水の音がしなかったら幽霊が近くにいるんだって。ミカはとても怖がって話を聞いていました。そして近くにいたマサオもその話をこっそり聞いていました。そしてその日の夜、大変なことが起きました。マサオが丸抜池に落ちて死んでしまったのです。石を投げようとして足を滑らせてしまったらしいんです。ケンタはとてもびっくりしました。家に帰ってからもそのことが気になって仕方がありません。実はあの話はケンタが考えた嘘だったからです。ケンタはその夜、丸抜池に一人で行きました。では続きを読んでいきましょう。開封。そして自分の作った話と同じように、12時ちょうどに丸抜池に向かって石を投げました。シーン。音がしない。何かの間違いだと思い、もう一回石を投げました。シーン。やっぱり音がしない。急に怖くなって帰ろうとした時です。背後に人の気配を感じました。ケンタが振り返ると、そこにはマサオが石を二つ持って立っていたのです。そして言いました。ケンタ、お前が話していたのはこういうことだったんだろう。超怖い話が幽霊の見つけ方でした。この超怖い話が復刻の書朗読は今週で最終回です。次週からはまた違うコーナーが始まります。毎週木曜日の更新です。どうぞチャンネル登録してお待ちください。ジェスターセラでした。ではまたいつか未来でお会いしましょう。さようなら。はい、そういうわけでね、超怖い話が幽霊の見つけ方でございました。はい。まあ、いつもね、僕、このお話を読みながら、オチ考えながら読んでるんですよ。この、ね、こういう感じに、こういう感じになっていてさ、袋閉じになってるわけですよ。で、後半、前半と後半に分かれてて、で、オチって感じなんですけど、前半後半の後半部分に行くまでにどういうことになるのかなって考えながら読むんですけど、今回はね、あんまりこう読み切れなかったというか、あ、そういう感じなんだとね、そうかそうかとね、幽霊がいるとこう石をキャッチしちゃうのかっていうね、キャッチボール的な感じでね、こうインターセプトしちゃうんだね、幽霊がね。だからポチャンっていう音がしないと。よくできてるなっていうふうに思いました。はい。というわけで、
ワンクールにわたってお届けしてまいりました超怖い話ガム、以上で終了となります。次週からは本当に新しいコーナーがまた始まりますので、よろしければチャンネル登録してまた来週お待ちください。よろしくお願いいたします。じゃあさあさあでした。さよなら。